けでーす。いろんなね、方からね、激辛をね、久しぶりにね、挑んでほしいというね、リクエストがありましたので、早速訪れました。神田にあるね、からしびつけ麺、鬼金棒でね、激辛チャレンジしてきました。ここのお店はね、辛としびっていうね、辛さのね、二つのね、鬼増しが存在するの。辛はね、唐辛子。で、しびは山椒。唐辛子の方は辛くてきつい。でね、しびの方はね、しびれるっていう方。ビリビリね、全身がしびれちゃう。それのね、両方とも鬼増しが存在するの。でね、今回はね、辛鬼増しの方しかね、挑まなかった。でね、しびはね、ただのね、増しだけ。鬼増しにはね、ちょっと久しぶりだったんで、できませんでした。でね、これがね、基準にね、していこうかなと思ってます。辛とシビね、今は食べれないけど、ちょっとね、慣れてったら、ここがね、星5つ星ぐらいなね、ぐらい、本当に辛いのよ、ここ。そしてね、これね、ただね、食べるだけじゃないの。辛い辛いダイエット。これでね、一気に痩せてやるんだから。実はね、大盛り飲み店、大盛りのお店ね、去年1年間だけでね、120件ぐらい回ったのね。で、ちょっとね、ブログの方でね、200件ね、とりあえず、回ってみたいなと思ってね、それでなんか書いてアップする予定だったんだけどね、もう大幅に超えちゃったの。でね、実はね、東京シェイクラブ、大盛りじゃなくてね、実はね、激辛がメインだったのよ、最初。知ってる人はね、知ってるんだけどね、こちらの方が得意でございます。でもね、大盛り面白いからね、ずっとハマってたんだけど、ちょっとね、激辛の方もね、昔からの視聴者さんごめんなさい。おろそかにしてました。もうね、いっぱい回ってる。実はね、やばいぐらい回ってる。アップしてないだけだけどね。楽しみにしてってん。とりあえずね、最高のね、5つ星クラスはね、食べれるように、ちょっとね、いろいろ回って、辛さにね、慣れていこうと思っております。でね、このお店のね、辛とシビ両方ともね、鬼増しを挑んで、食べれるようにね、なっていきたいと思います。その暁にはね、このね、隣にある、これもね、辛シビ味噌ラーメンっていうお店があるんだけど、このお店のね、最高クラスのね、つけ麺の3倍辛い、2011年ね、最も辛いね、ラーメン屋さんっていうことでね、ギネスに認定されたお店なのよ、ここ。ここをね、いつかトライして、クリアしてみたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。